マフィア、前回に追加でプレイしていきましょう。火炎瓶パーティー。物騒だね。お、ドンちゃん？あ、すいません。座ります。はい。帽子は上に置かない方がいいよ。What do they call you, son? 名前、Thomas. トーマスって言います。Thomas Angelo, sir. Frank told me you ran into some trouble? トラブル？あ、yes, ありましたよ。はい、めちゃくちゃにされました。あなたの部下のせいでね。俺たちを助けてくれた。あ、なになに？あ、すいません。そうですね、商売道具です。イエス、イエスサーって言ってるな、やっぱ。修理代、貸してやろうってどういうこと？え、くれるんじゃないの？まあ、施しはいりません。施しはいりませんってすごいな。タクシーを壊した奴らに仕返しを。喧嘩の許可が欲しい。いやでも、そのまま放置したら狙われるもんな、また。あ、なんか羊さんかっこいいね。OK, Tommy Angelo. トミー。オーマローズ girls hang out at a bar, you know. 手下どもは奴のバー。Sure do, boss. Good. ポーリー、トミーと一緒に行け。バーの横に駐車場がある。奴らの車は何の台かぶっ壊せば、俺らも思い知るだろう。ああ、真面目な勤め人に出を出したらただじゃ済まない。あ、いい人だ、サリエリさん。すいません、サリエリさん。下手は打ちませんと。え、でも、派手にやること自体がそれ下手なんじゃない？トミー、戻ってきたら他の仕事も頼むかもしれん。ああ、雇ってくれる？ありがとうございます。だってこんだけやったらさ、もうタクシーの仕事できないでしょ。ここにいることは知られてないから気をつけろ。ああ、はい。あ、ドンちゃんがいるっていうのが知られてないってことか。バーを見渡す。見回すか。ん？なんか、あ、ありそう。見ないか。これ何？サリエリに当てた手紙、置いとくなや。私の娘の結婚式に出席いただけると聞き、お手紙を差し上げることにしました。もしも他にご希望の手配などがありましたら、遠慮なくお申し付けください。大変素晴らしき日になると思いますが、ドンからの祝福を世界も見てもらえるとなれば、さらに特別で記念に残る日となることでしょう。あなたの忠実なる友、ジョバンニ・ロマーノ。そんな忠実なる友が書いた手紙をあんなとこに放置してんのか。I get it. 退屈だとか言ってるやつ部下に置いとくの超怖くないか。ん？めっちゃ実写。新聞1930年9月23日、禁酒法存続へ。アルコールの製造と販売は今後も違法。本日報道関係者を前に行ったスピーチで、ハーバード・フーバー大統領は遂行なる実験である禁酒法はそのまま存続すると繰り返した。民主党の批判により回答を余儀なくされた大統領もはまた、酒類取締局により効率的かつ潤沢に予算を与え、不当な利益や密輸を防止すると約束した。まあどうなんだろうな、ちょっとなんかこう、なんていうの、発散も大事だと思うんだけどな。俺はそんなに酒を好きなタイプじゃないから、あんまりそれで発散っていうのはないけどさ。禁酒法の時代もマフィアは普通に酒飲んでたんだろうな。ポーリーに加わる。さて、俺は用があるんだよ。え、なん、来るでしょ。ああ、こいつに言ったのか。はい、ビニーに合わせる。ビニーさん。そいつってお前。やばいことになったら切り抜けられるように準備してくれ。へえ、なんつうか。ん？払いの良さに感謝。ん？ああ、向こうの話か。誰が言ってんのか分かんなかった。ちょ、兄貴、進むの早いっすよ。おお、いいね。ショットガン。ガチャガチャするな、怖い。今にも打ちそうだ。トミー・アンジェロ、一緒に仕事をすることになった。トミーで呼んでくれ。はじきが必要なのか。ああ、はじきよりもなんか燃やせるもの。そうだ、火炎瓶だよね。じゃあいいものだぞ。何？
火炎放射器とかでもいいよ別に。こいつが十分役に立つ。お前、まあ確かにそれでやられたけどさ、俺の腰が。おお、火炎瓶。気をつけろよ、髪が焦げても知らんぞ。へえ。兄貴は火炎瓶持たなくていいんですか。兄貴、ポニキ、ポーリーの兄貴。おつむがちょっとあれだが車いじりが得意。全然名前が覚えられん。ラルフ、黒魔術って思えるぐらいの調整ってすごいな。お、え、話すとどうなんの、殺される。ああ、それがやりたかっただけか。笑い方よ。もう残すのなしだみたいな感じだねこれ。ちょっとからかっただけ。めっちゃ笑ってるけど兄貴。まだ足引きずってるの。俺たち二人とも不便だよな。足引きずってるってどういうこと。めっちゃ怒ってるけど兄貴。トミー、トミーって言います、よろしく。いや、よろしく。ラルフィーはちょっとあれだが、訳ありの車でも新品同様にしてくれる。怖いな。それはそれで怖いな。仕事用の車を用意してくれ。仕事用か。あ、早いね、それ。そうだね、本業だもんな、こっちは。不意をつくなよ、お前も。怖え、行かれてるよ。まあ、でもそんな気言うかな。せっかく贅沢な暮らしを紹介してやろうと思った。でも本当にボロいな。車の庭から引っ張り出したらいけない。なんかすごいガクガクしてんだけど、これ。あんまり詮索しない方がいいんじゃない？白昼堂々取引。知ってないだろう。あ、もうあれなんだ。ズブズブなんだね。ズブズブでもないのか。あ、そうなんだ。モレロの方が上っていうか。気をつけていれば大丈夫。背後は注意しろ。やられかけたもんな、こっちも。ガラズさんのウイスキーが入ってくる。欲しかったら言うよ。仲間のために取っておいて。あ、そうなの？売るためじゃないんだ。あんま飲まない。酒は体に良くない。それはそう。安酒で体を壊すことはない。あ、やっぱ安酒って良くないのかな。あんまりよくわからんんだけど。あ、なんか。ハンドリングめっちゃいいこの車。扱うのは酒だけじゃない。テーブルも最高、食い物も最高、女も最高、これぞ人生ってやつだ。今は人の印象をかき回してくれたやつ。あ、女よりもその。トラブルを避けたやつが俺らの中心に火事を起こしてて世話ないぜ。それはそう。いや、自分の身は自分で守れって。うまくいかなかったら面を見られない。ああ、気をつけないと。殺してもいいの？それは、あ、でも銃持ってないからな。あ、ここ島なんだ。どうやってわかんの？橋か。リトルイタリア式って、やつらノースパークを仕切る。揉めない、これ以上揉めないようにみたいな感じか。まずいほど悪い、ああ。まずいほど悪いってたりってどういうこと。へえ、なんか、大変なんだな、マフィアも。なんか、好き勝手やってるように思ってたけど、そんなでもないのか。この辺？ここでいい？これ？モレロの縄張りの近くに停車する。あ、あれ？あ、ごめんね、ここが良かったんだ。
正面で一服しなくしゃべって裏車を裏にほったら あそこか。警備についてるやつがいるかどうせ大したやつじゃない。忍び込んで車をぶっ壊せ、ぶっ潰せ、見せしめろ。どうした？ああ、物乞いか。あれ？ポニキーも来るの？あ、こういうこと？こういうことか。どこにいる？あそこか。二人いるね。ポーリーに背後からこっそり近づく。ポーリーに近づくのかい？見つからなければ撃たれたりはしない。まあ確かに。ポーリー、このゲートを乗り越えて屋上に上がれ。奴らが気をそれ、気をそられ、こっちか。気をそらせているうちにね。ほら、こっち、ガレージの屋根。どっから、あっちか。でも、ここにも普通に人いるからな。大丈夫なのこれ。手すりに隠れる。これか。おい、一体何をしてるんだ。煽りすぎでしょ、ポーリー。なんで答えんのこいつも。ディーノだ、ディーノに言われたって何言ってんのこいつ。担げる。てか死体っていうかこいつ死んだんだ。これ入れられない？入れられないわ。邪魔だよこれ。L1 長押しで武器ホイールを開き、これか。銃も持ってんじゃん。全然。よし。罰を長押しでチャージ近接攻撃。これ一発ぐらいでいいんだ。来た。おら。すごい地道な地味な攻撃だけど、まあそりゃこんだけドスドスやってたら来るわな。俺も行くもんな。うい。よし。全然壊れんな。買った。あれ、手下を始末するってしたよね。あれ、まだあれかい。まだやんなきゃいけないかな。そんなことないよ、さすがに。これもう使っていい。使えないな。でも始末したよ。どうすんの？兄貴、進まないんだけど。兄貴、死体だけちょっとまとめとこうか。邪魔だもんね。あんま兄貴、こういうの手伝ってくれないんですね。なんか攻撃だけはちゃんとしてくれましたけど。兄貴兄貴、バッチリ決まった服で何をしてんすか？で、下始末したけどなぁ。よし。兄貴、とりあえず、片付きましたけど。開きます？兄貴、全然ダメなんですけど。もうこれ、やりますよ。兄貴。兄貴ぶん殴ったら進みます？兄貴？チェックポイントとか、そういうのから再開みたいな。これ、やりましょうか。なんで？止まったよ？どうして兄貴。兄貴がやりたかったのかな？倒したかったのになぁ、みたいな。ちょっとがっかり兄貴でした？兄貴見守ってればよかったのかな。
ここは一緒でしょ。よし。OK。でやってたら、あいつらが来るでしょ。やばい。行った。ふい。あ、ちょっと。ふい。ふい。OK。ちょ、進みましたね。これか。R1 で、ほい。これもか。ペンキが焼ける匂いは、嫌だな。うお、危な。そら聞かれるだろ。え、どうするHow'd you know this is Dino's car? Dino の車？ああ。勝手に開けて。銃声は鳴らしてなくない？鳴らしたっけ？ちょっと待って。手配レベルみたいなの出てんだけど。やばいよ。ゲート破れ。ああ、はいはい。うい。兄貴、無茶しすぎですって。ああ、来てるな。来てないか、大丈夫か。急いで運転して警察を避ける。ちょっと、これ。すごい曲がりづらい。スピードは出るんだけど。よし。OK。巻いたんじゃない？巻いてないのか、まだ。警察に見つからないように、とりあえず逃げるみたいな。GTA と一緒か。よし。とりあえずあれだよね。自分の島の方に行けば大丈夫なんだよね。兄貴。目立ちたくないって、兄貴が火炎瓶使えって言わなければ別に大丈夫だったんじゃないですか、兄貴。でも人の車パクってボスに会うの大丈夫。モレロは所長を味方にし所長まですごいな、抱き込んでんのか。気分は別に晴れないよね。でもディノの車は結構色合いいいよね。初仕事一度きりか、まあ、そうだね。What's it to you? Hey, I'm just asking questions. I like asking questions. I doubt that every day you and Sam go and panel beat motors in parking lots. 駐車場で車修理をしているはずがない。Busy days, slow days. マフィアの忙しい日やだな。Introduction than I ever got. You never got to beat up Dino's pals. Dino の仲間を殴って車を盗んだことは。Nah, stole enough cars to get noticed, I guess.ああ、やっぱさ、警察に捕まることもあるんだな。大変だな。気づいたら無所の庭。車をガレージに。ガレージ公開。I always thought that to be in a family you had to have more connections. Your brother or your uncle. OK。よし。貸した車。ごめん、なくなった。Why? まあ確かにな。新しいよな。いや、あっちもっとむちゃくちゃ。換気で。雨降ったらどうすんだよ、兄貴。あんま考えてないな。なんか、めっちゃ空気悪くない？もやってしてるけど、ここ。兄貴、ちょっと待ってくださいよ。俺っすか？どうも。ボス、すいません、終わりました。兄貴は無茶苦茶して。自分で何とかしてって言うけど、結構兄貴も手伝ってくれたよね。楽しそうだな、ボス。数週間は頭に血が上ったままになるだろう。あ、でも、確かにボスは結構大物そうだよね。常にビジネスと身内のためを思って決断するが、モレロは短気だ。カットナイトは頭が回らなくなる。
え、でもこっち来るんじゃないの？怒って。And when he gets mad, 来ない。He gets stupid. You got nothing like that to worry about with Tommy here. He was ace the whole way, boss. Tommy 冷静だったかな。うちは商売広げているところで、バーの仕事や使いパス知り、取り立てなんかを任される人材が必要なのがやる気あるか。確かに今更タクシーの仕事なんかできんよな。任せていただけたら光栄です。乗り気だね。ポーリーとサムはお前の腕を買っているが、うちにはうちのルールがある。よく聞くんだ。はい。But you need to understand we have a few rules around here, so you listen and listen good. First, 敷地内で卑猥な言葉を使うな。言葉なんてもの無数にあるが、やたらとファックなんて言いたがるやつはバカか。なめてものだ。あ、大丈夫です。俺言わないです。任せてください。次にうちは麻薬を扱わない。麻薬中毒者なんかいらん。モレロが自分の手下を薬漬けにしたいというなら別に止めやせんが。最後に殺すと揉め事を起こすな。賄賂で操れるやつはそれほどいない。法を犯せば終わるぞ。わかった。あ、結構まともなボスだね。そんな感じだったっけ、昔も。Yes, Mr. Salieri. はい、ボス。任せください。もう一つ、トミー。わしがポリーとサムを近くに置くのは、ただ腕っぷしが強いからじゃない。この二人でかくダメなやつらいくらでもいる。フランクは数字に強いが、頭が切れるから銭を払っているわけじゃない。この部屋にいるやつら全員わしの大事なものを持って。大事なものか。なんかないものを持ってる人ってことか。一芸入社してるとみんな。わしだけじゃなく誰にとっても大事なものだ。それは何か。誰にとっても大事なもの。忠誠心とか。髪の毛。あ、忠誠心？そうですよね。そう思いました。わしに忠誠を尽くせば、豪勢な暮らしを送らせてやる。だが、信頼を裏切れば、まあ、何もなしと。ご心配には及びません。大丈夫ですよ、全然。いい人そうだしね、ボス。Okay, then. ならいいと。ありがとうございます。Welcome to the family. あ、ありがとうございます、ファミリーに。あ、そういう感じなの？普通に握手かなと思ったんだけど。Now I'm starving.今日はいい一日だ。めちゃくちゃいい人じゃん、ボス。あ、ありがとうございます、フランクさん。次やってる時には名前忘れてるかもしれんけど。バーマンのルイージは大したコックじゃないが、娘のサラは料理の名人。あ、そうなの？え、でもルイージに命令してたよ。大したのが出てこないんじゃない？はい、ということでここで一旦区切りましょうか。エンビンパーティー。思ったよりパーティーしてなかったな。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。